神奈川県立広北高等学校は、神奈川県横浜市広北区大倉山にある、公立高等学校。神奈川県のいわゆる、百校計画実施以前の1969年、旧学生時の横浜北部学区に設立された。同年は、広北区が分布された都市であり、旧広北区唯一の公立校であった、川和高校の新設緑区への移行により、現行の広北区で、 最初の公立高校となった。16から18学区時には横浜東部学区に所属し、2005年の県立高校学区廃止以降は神奈川県全域からの入学が可能になっている。高知は新横浜地区北方の鶴見川東岸に接し、不等小学校を挟んで不等振動の西に位置する。南側に不等公園、北側近接地にはかつて、 国鉄スワローズの合宿所、練習グラウンドがあった。道光付近の鶴見川堤防は近年両岸ともに整備されており、地域住民のほか、通学路や部活動、学校活動の場として生徒にも利用されている。新道沿いの田を包み緑道は緑が豊富で桜並木としても紹介される。道行入り口付近の桜は大柄な需要を見せ、春には 片側の並木ながら、桜のトンネルが楽しめる。この地域は、古くから、不登と呼ばれていたが、2009年の住居表示実施に、伴い、大倉山に変更された。最寄り駅は、東急東横仙台、倉山駅と横浜市営地下鉄ブルーライン神話駅の二駅だが、通学経路が平坦なこともあり、約4割の生徒は自転車で通学している。 自主性を重んじる校風があり、年間行事の中で体育祭、球技大会、文化祭はいずれも生徒会を中心とした生徒自身により運営されている。生徒からの要望を受け実施された新制服の制定では、制定作業に生徒会役員が加わった。自転車通学のしやすさ、歩きやすさを求める生徒の意見が取り入れられ、プリーツのスカートを採用。 女子のスラックスと下記のポロシャツが設定され、上着ボタンは生徒によってデザインされた。教育のスローガンに自学力の育成が掲げられており、校歌の3番に歌われる、やがて大樹になるためにを合言葉に、自己実現に向かって自ら成長し続ける、広北生を育成するための教育目標と、スクールビジョン、具体的なアクションプランが策定されている。 2013年には生徒の主体的な学習を促すアクティブラーニング型授業の取り組みが始まり2016年度からの県立高校改革実施計画では先進的で優れた指導方法や教材などの研究開発を行う授業力向上推進重点校に指定されている。同校によれば初代校長内田昭蔵が打ち出した一つでも良い 自分の優れた能力を見出してその目を伸ばせる学校にしてみたいという理念は今日まで継承されており生徒の自主性を伸ばししっかりとした学力の定着を図りながら一人一人の興味関心に応じた進路選択を職員を挙げて支援するとしている創立40周年を契機にして作られたグランドデザインではスクールビジョンとして 生徒の自己実現力の育成地域に根ざす学校を、目指すこと教職員の指導力結集による教育力向上と要約される3つが示されるとともに、2つのスクールミッション、生徒一人一人のかけがえのない個性を尊重し、その身長を図る。多様な価値観を受容しつつ、自己実現に向かって自ら成長し続ける生徒を育成する、を掲げている。学校目標には、 生徒の興味、関心に応じた選択科目の充実を図り、生徒の個性や多様な進路希望に応える、支援体制を整備する。とあり、2年、3年時においては50を超える自由、選択科目が用意されている。そして、このような科目選択、自己実現の取り組みに向け、1から3学年ごとに、私の未来地図 i3 をテーマとし、学習を進めている。さらに、 スクールビジョン、ミッションを実現するため、具体的な6つのアクションプランが示されている。その6つ目には、地域、外部機関との連携強化があり、実際に地域組織、大学、NGO 等と連携して取り組むことにより、上期スクールミッションの多様な価値観を受容しつつ、に対応するプランの一つとなっている。また、 より進学校として進んでいくことを目標に置いており、当面はアクションプランの一番目にある学力向上に向けた取り組みを重点的に行うこととしている。朝学習や夏期等の長期休業中の補修、補行を実施し、3年時には進路の応じたいつつの類型別カリキュラムが設置されている。生徒がペア、またはグループになり、教え合ったり議論しながら、 課題を解決していくアクティブラーニング型授業は、生涯にわたる自学力や主体的な思考力を持った人材育成の観点から、次期学習指導要領検討の中で重要視されるほか、学習定着率の研究では、アクティブラーニングに特徴的な他の人に教える項目が最も優れるとの結果が示されている。同行の実践では、授業外でも教科書を読み、 ひたすら考えていたなどの生徒の感想が紹介され、生徒の思考を深めることができる単元になったと報告されている。先進的で優れた指導方法や教材等の研究開発を行う授業力向上推進重点校の試みでは、ベネッセとソフトバンクの合弁会社、クラーシーとの共同研究として ICT による学習支援クラウドサービス、 クラーシーの運用を開始。授業内外での教材動画などのコンテンツ使用や、生徒個々の学習をマネジメントする機能により、指導の進化や最適化による学力の向上が期待されている。グランドデザインの上記以外の内容、全体の概要については、広北高等学校公式 HP、グランドデザインを参照。地数制作が整う、以前の鶴見川は、 たびたびの氾濫に見舞われていた。そのため創立時の校舎建設にあたっては、浸水のリスクを抑えるため、1階床部分における高さを標準の設定よりかさ上げする対策が取られた。四川大地震を受け実施された2008年の学校耐震調査では、構造耐震指標である伊豆が、対象3すべてについて0.3を下回ると診断され、校舎建て替えに向けて、 仮設校舎が建設された。2011年5月の県による発表では、耐震対策の検討結果により、2棟については耐震スリットによる改修、残り1棟については改築との方針が示された。このうち、本館には2012年12月に解体工事が始まり、翌2013年11月に新築着工。 2015年3月に本館一の耐震改修ともに完成し、同年4月より2棟の使用が開始された。1969年開校時の制服制定では、県立生田高校とともに、県内公立校としては、初となるブレザータイプが採用された。当時は、通学電車内等で注目されることも多く、同校受験の主要な志望 現在の制服は2008年度生着用部により、モデルチェンジされ2代目となっている。女子制服ではスカートがワンボックスタイプからプリーツタイプへと変更され、リボンおよびネクタイを追加、男女ともラペルピンが設定された。主な仕様は以下の通り、部活動は活発に行われており、生徒の加入率は約80%である。初動部が 文化部のインターハイとされる全国高等学校総合文化祭に継続して出場、放送部も全国高等学校総合文化祭や NHK 杯全国高校放送コンテストへの出場を続けている。2019年にはその実績から書道部では通学路としても使用される鶴見川新は人道教の補修工事で新調される名板4枚の毛筆を部員4名が担当。 放送部では、江北警察署の電話保留音として、特殊詐欺への注意を喚起するメッセージ4種を部員3名がアナウンス録音している。囲碁将棋部では2016年朝日山い後、名人戦全国大会で男子部員が3位に入賞。2017年には、全国高校囲碁選手権と、全国高校総合文化祭囲碁部門の個人戦で優勝し、 高校生全国2巻を達成した。軽音楽部は、第3回高校、中学校軽音楽系、クラブコンテスト。また、約100名が所属する、吹奏楽部は、市や県での上位常連であり、作曲、演奏等の音楽家も輩出している。地域の演奏会や交流を積極的に行っており、地域、社会への顕著な貢献に対する、 神奈川県教育委員会表彰を平成24年度の美術部に続き25年度に受賞している。校内陸上トラック、鶴見川堤防等を恵まれた環境を持つ陸上競技部やバスケットボール部、水泳部等が大会での上位入賞やインターハイ等の上位大会出場を経験している。ダンス部は春の日本高校ダンス部選手権において2018年優秀賞。 第4回全国高等学校日本大通り、ストリートダンスバトルでは決勝に進出した。また、野球部における2003年夏の神奈川大会、対横浜高校戦は、その後も、高校野球ファンの間で語られる試合である。一般には、無名の同校野球部が、枠井秀明、成瀬義久の2枚看板を要する春の甲子園、準優勝校。 横浜に対し9回1島で1対0でリードし、最後に10点を奪われ、敗れる展開は話題を呼んだ。五十音順、ありがとうございます。